まずは2012年の干支である辰年の代表としてドラゴンは準備できなかったので、代役としてグリーンイグアナのブッタ君の登場です。皆さん拍手をお願いいたします。2014年の干支である蛇年を代表してボールパイソンのボールくんの登場です。それではまず今年活躍した辰年代表ブッタくん、今年はどんな年でしたか？はい、時が経つのは早く、あっという間に1年が過ぎちゃいました。今年達成できなかったことはヘビ君に託します。来年もドラゴンのように天高く舞い上がれるように、目標を達成できるように一生懸命いくがなと頑張ってください。ありがとうございます。イグアナだけに一生懸命イグアナと抱負を語ってくれました。それでは来年の抱負を蛇年代表ボールくん一言お願いいたします。はい、蛇だけに聖地作りしたと言われるように身を粉にして頑張るんじゃ。ニョロニョロっとスマートに困難を乗り越えていくんじゃ。応援するんじゃじゃありがとうございます。ヘビだけにじゃあと気合を入れて抱負を語ってくれました。それでは来年はヘビ年ということなので、お客様の中でヘビ年生まれの方いましたら挙手手を挙げてください。あ、いっぱいいますね。それでは今から目標抱負にお聞きしたいと思います。手を挙げてお待ちください。もう一度お願いします。それではじゃあこちらお兄ちゃんから来年1年どんな年にしたいか一言お願いします。楽しみにしたいです。はい、ありがとうございます。楽しい1年にしたいということだそうです。いい年になるようにエビくんと一緒に応援してます。それではまた手を挙げてお願いいたします。それではね、お姉さんに。それでは来年1年の抱負お願いいたします。あまり怒らない年にしたいと思います。はい、ありがとうございます。来年1年は優しいお母さんということで頑張ってもらいましょう。さあ、じゃあもう一人ぐらい最後聞きましょう。手を挙げてください。蛇年生まれの方いらっしゃいますか？じゃあお姉さん行きましょう。それでは来年1年に向けて一言お願いいたします。就職活動だ。そうなんです。来年1年就職活動に向けてしっかり頑張ってもらいたいと思います。それでは皆さんありがとうございました。それでは皆さんの抱負も聞くことができたので、ここは先ほどヘリ君が言ってくれた合言葉、皆さん覚えていますか？合言葉、身を粉にして一生懸命頑張るんじゃです。覚えてません。それでは皆さんで息を合わせて一緒に頑張るんじゃお願いします。それではいきますね。それでは来年は身を粉にして一生懸命頑張るんじゃ。じゃあ、ありがとうございます。それでは今年1年頑張ったイグアナくんから来年の干支であるヘビくんへ気をつなぎましょう。それでは前にお願いします。それではたすきをイグアナくんからベビくんに渡します。1年間お疲れ様でした。来年頑張ってください。それでは皆さん拍手お願いいたします。来年も那須動物王国をよろしくお願いいたします。以上、
して2013年度エトの引き継ぎ式は終了です。この後はエトの動物たちとの記念撮影会を行います。ご希望の方はこちらに並んでお待ちください。